からショールームしてます。でも全然まだメイク全然始めたしばかりなのでちょっと頑張っているんですけど、ちょっとあまり映せない。まだ下地しか下地と眉毛しか描いてない。今日ただメイクするだけなんですけど、あ、ご飯はねこの後食べます。この後食べるんですけど、まあみんな寝てるんで今一緒っと一緒にご飯食べる子たち寝てるんで寝かしてます。まだなんかさ、ミュージックで私さ、あのなんかあのリハとカメラの動きリハ2回したんですけど、そのリハ2回ともなんか違う動きをしてたから、なんか本番どうなるか本当に分かんなくて、でもそしたら気づいたら私なんか横抜かれてた。なんかちょっと遠目で私抜かれてるのに何にも顔一切映ってなくてちょっとショック。まあ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 、でも分かる人には私って気づかれてたからちょっと嬉しいんですけど、今日はちょっとめんどくさいから、でもファンでしょかな。コンシーラーだけだとな、重たいんだよな。握手会に来てくれるの嬉しい。車にエリナさんと私のクッションが置いてあんの、おもろ。あ、絶対にスクショしないで。これであげても私はちょっと悲しむだけなんで、ちょっとあのね、今日はちょっとスクショしないでね。ミュージックデーの写真たくさんあげるからスクショしないでね。最近さ、あのゆきりんさんのやつの新作買ったんですけど、新作買う前にもうこれ買ってたから、今これが2個あるんです。眉毛から上しか映してないんですよ。当たり前ではないですか、わざとですよ。もうさ、最近メイク道具を減らしたからなんかあんまり入れてないんですけど、なんかファンデを買いました。なんかよく使ってるリップのやつにしたけど別にね、多分合えば何でもいいと思う。人間はリップオイルはリップ塗った後に塗るんですよ。潤を足したい時に塗るんですよ、きっと。私あんまりリップオイルは塗らない派なんですけど、荒れやすいんでね、荒れやすいからあんまり唇には何も重ねたくないんですけど、だからあれです、いつも最近はあのなんて言えばいいの、リップして外側だけ、唇の外側だけリップオイル塗って、なんか内側が荒れやすいから外側だけにしてる。なんか普通荒れないんですけど、私本当に敏感みたいで本当に何でも荒れちゃうんで、リップしたら荒れちゃうの？じゃあそれはリップが合ってないんだよ。あと皮むけたら荒れるっていうらしいです。なんか昔何のリップ塗っても皮むけるなと思ってたら、なんか普通にお姉ちゃんにそれって荒れてるってことだよって言われたから、あ、じゃあ荒れてるんだったら変えようと思って最近これになった。これはなんかなんで荒れないんだろうと思ったら、なんかこのブランド自体が割とちゃんと何優しいやつ使ってるらしい。ちゃんとよく見てないけど、あ、クマありがとうございます。こんななんかいろいろなんか最近ありすぎて、唇荒れるのは脱水症状とかじゃないんですよ。本当にいつも気づいたら落ちてる。もう気づいたら塗ってるかも。でもこれは私には合ってる、おすすめとか言ってさ、合わなかったら申し訳ない。ありがとうございます。なんだそれは、牛かな。でも私より荒れやすいから、お姉ちゃんの方が、だから知ってんだと。リンとなんだっけ、なんかこのブランドは公式サイトに書いてあったんだよね。リンとリンとこんにちは。ビーガンコスメらしい。あ、そう、自然由来成分にこだわった韓国発のビーガンコスメブランドらしいんで、それが合ってんだと思う。私わかんないけど、そう、韓国の、私ここめっちゃ愛用してます。リップはなんかもう4本目とか買うの、2本なくなっちゃったから2色前買ったんですけど、
そう、でもなんか今もう売ってない、これが欲しかったの前。何も見えない、何も見えない何も見えないな。あ、このブランドはなんかいい、めっちゃ。だからちょっと全部これに変えたいって思ったりするけど、絶対変えないんですけど、絶対に。そういう時、じゃあ待って、何の話してんのって思うでしょみんな。何が違うかは分かんない正直。ただ日本で作られたかどうかじゃない、日本初か。でもなんかね、ウィーバースで 何送ればいい。あ、んんメイクしないいえ、あ、でも日焼け止めじゃない、日焼け止めは塗った方がいいんじゃない、なんか分かんないけど、なんか日焼けするとさ痛いじゃん、痛いからとかではないけど体に悪いじゃん。七夕らしいことなんてしてないですよ、しないですよ別に。あ、でも軍事彦星さんに空気清浄機だけ願っといた。そう、あ、ありがとうございます、ビビビビさん。ちょっと待って、スクショしとこう。スクショしたら忘れないでしょ。今日は書くものなんもないので、ちょっとまたした時に書きますね。で、私はなんかファンデーションとかなんかパフはあるじゃないですか、備え付けのこういうパフ、雫型とかのね。でもそれがなんか洗わないと汚いじゃないですか、普通にシンプルに。だってさ、密閉された空間にさずっと置いてあるわけじゃん。だから使わないんですよ私は。なんか100均で買ってきたスポンジある、これもうなんかたくさん使ってるからもうほぼないけど、なんかピンクの30個入りぐらいのなんか大容量のやつをなんか買いました。買いましたっていうかこれを一生愛用してます。だからパフ何回使えるの、これ使い捨てなんで。この本当洗わなきゃいけないじゃん。だから本当になんかそのちょっとお高めの5、600円するやつはいいんで、いいやつはいいんですけど、ちょっとコスパが悪い、なんか洗わなきゃいけないのがめんどくさいから、だからやめました。ずっとこれで、なんかひなちゃんもこれ使ってた気がする。でもなんか家の近くのダイソーになくて違う店舗行って、なんか2袋ぐらいこの前買っといた。もう洗濯と一緒よ、なんか服と一緒、ブラシとかも洗わないと汚いし。な、見てこれも買った、また買った。なんかおでこは肌荒れないんです私、でも夏だからな、そろそろ危ない、肌荒れやすいんで私、なんか敏感肌だからあまり夏好きじゃないんです、汗だくになっちゃうから。ん、なんかしれっとなんかタワーが2個目来てるんですけど、だ、おお、引った、またやっちゃった。なんかスクショしようとしたら間違えました。スクショしようとしたらさ、ちょっと待って、本当に待って、タワーをスクショしようと思ったらさ閉じちゃった。このデバイス、その他スクリーンショット、すいません、あの真剣にごめんなさいすいません、ちょっとショールームに頼っているところはある。で、何しよう、あ、シェーディングしよう。なんか私メイクの順番適当なんですよね本当に、だからあまり参考にしないでほしい。電源もしてない今回は。これは iPhone SE だ、前の端末だから。なんか2個ある今日は iPhone SE なんで、ちょっと特殊じゃん、ちょっとやり方。ホームボタンとさ電源ボタン一緒に押すやつ。シェーディングをします。どこまで映ったんす、あんまり私は今顔を映さないようにしてるんですけど。ありがとうクマ。
12ミニです。私でもミニがいい。なんか正直サイズは私は あまり大きくない方が嬉しいですね。そう、充電しとこう。なんかさ、コンセントさの根元ないって言ったじゃん。お父さんに頼んでもらった、もらったっていうかお父さんからもらった。普通にないと困る。すいませんね、今日はちょっといつもよりゆるゆるですけど。なんか私最近メイクの順番適当になりまして、なんかシェーディングしてチーク塗ってからなんかやるんですけど、あまり参考にしないでほしいメイクの順番マジで。軍事彦星さんはね、今日って何時開演なんですか。ちょっとオンデマンド見よう、ちょっとだけ、ちょっと見たいから。皆さんは今日何して過ごすんですか。気になった。普通に公園に行くのかな。今日ただれんですよ、久しぶりの。ただいま恋愛中、公園のただれんね。ただこいって私も昔言ってたけど、ただれんです、うちらの中では。1時半ね、オッケー。でも1時半まではショールームしない、ごめんごめん。ご飯食べたいからちょっとやめちゃう。でコンシーラーをします。あ、私には本当にメイクの順番は鬼雑なのでマジです。あ、でもユー、あったあった、コンシーラーはユーピンク。ラーメンは今日食べません。今日はラーメン食べない。あとさ、コンシーラーのブラシとかもさ、さ綺麗にしないといけないじゃん。だからちょっとめんどくさくて。でも綺麗にしないとさ、お肌に悪いじゃないですか。整体は今日行かないですよ、今日日曜日ですもん。日曜日やってなくて、私が行くつもり。ちょっと今ティッシュで拭いてる。なんかリキッドも使うんですけど、クマ隠したいから。クマでも、クマあんま隠さ、なんか最近はコンシーラーしないようにしてる。なんかコンシーラー重ねるとさ、メイク厚塗りになるじゃん。すいませんね、ずっと目だけで。多分ずっと目だけかもしれんけど、わかんないけど。前までは結構コンシーラーするようにしてたんですけど、なんかあんまり好きじゃないから。なんかそのとりあえずメイクして、公演とかだと公演の開演直前ぐらいにコンシーラーしてる。なんかあまり肌に触れさせないようにしてる、時間を。で眉毛の上、これ手でも、マジでさ、人がメイクしてるとこ見るのは私は好きなんですけど、最近ね公園とかメイクしてっちゃうから人間観察するんですよ。そしたらあずちゃんにバレてて、人間観察よくしてますよねって言われた。コンシーラーをするかファンデするかなのよ。そうだからあれなんですよ、あんまり口角にコンシーラーしますね、私は。たまに何かさ、コンシーラー何重たいっていうか、何て言うんだろう、下地ファンデコンシーラーの順番に重たいから。まあもちろんファン、コンシーラーってさ隠すためにあるからさ重たいんですよ確か。あ、パウダーしてなかった、コンシーラーしたしパウダーをします。
あれ来た。めっちゃ寝てたんですけど。あら、あなたが来たの？うん、ちょっと待って、なんかキモい。そうだよ。今見た。ちょうど見て見てくる女さんいる。ウケる。のんちゃんが来るかと思ったら違った。ソラちゃんが来た。ソラちゃんが来ましたね。のんちゃんはまだだね。まだ寝てる。うん、あら。起きたね。あれ、もう起きてたの？私寝てないよ。寝てないんだ。もう睡眠に入ってなかったね。そっか、やめたんだ。うん、そう。偉いちゃんと。そうよ。今日は早く寝るから、絶対。絶対。絶対。絶対早く寝た方がいい。だって今日不思議な時間に帰ってきて不思議な時間に起きたからね。そんな方は家にいなかったよな。うん、そう、なんか何したか覚えてないの、家帰って。だからなんか忘れてそう。ね、ありがとうクマ。みんな寝てないらしいね。いや、あの寝てるよちゃんと。あのね、睡眠時間が短いだけで、なんかその全然寝てませんはそうだけど、なんか寝てはする。あ、そう、ちょっと寝不足かなぐらいですよ。そう、またたきちゃん来ましたね。みんなまたたきちゃんが、またたきちゃん、またたきちゃんが来た。それな、まあ、私もよく言う、あのタンタンとか言われたら名前変わってるから。そうだよね、そうだよね。そう、ほんまにほんまに名前変えないでもらって。ゆきたんっていう名前あるからね、ちゃんと。ゆきたん何人来たの？え、みんな、みんな朝からリハしてましたよ。でも今日、今日は7時15分からまたたきちゃんお仕事だから教えてくれた。なんで？教えてくれましたよ。怖いんだけど。なんか教えられたんですけど、あれじゃない？生配信みたいなやつ？あ、そういうことね。だからじゃない？開始時間見早くしてくれてんだよ。ハイライトまでしちゃった。何してたっけ？あ、アイシャドウしよう。今日は。アイシャドウも後でしよう。しようしなーい。アイシャドウベースを塗ろう。ふう。おでこパシできるねとか言われたし、しませんよ。おでこパシできるしんどい。おでこパシじゃないのよ本当に。あ、タンタンに見せたことあるかな。ちょっとマジで面白いし。え、何？見る。それ見たい。これは、ね、世の中に出せないし、ね、絶対見たことない。そう、ね。やっぱ油浮いてんだけど化粧品だからか。かわいいじゃん、かわいいじゃん、エリコとの最高のツーショット。やばい、これやばない？人に見せちゃいけない反面見つけた。いい、でもエリコのさ、なんか私とアズちゃんが写真撮ってる裏でな、あ、なんかポカンみたいなさ、口開けてる写真をね、ちょっと撮ってしまっちゃって、おもろい。もうさ、かわいすぎて、これ見るために元気出ちゃう。おもろいね。いや、でもこれがいっちゃおもろいだろ。それはマジでほんまに似てる。そう、似てるよね、うん、なんか小籠包のなんかあのやつね。そうなんかパックの時のお顔が可愛くてなんかに似てるなってなったら、なんかなんだっけな、なんかの海外のアニメの、うん、あれ、待って待って待って、ちょ待って、タワーが来ているデバイス、ちゃんとスクショしちゃう。待って、どこか分かんない、ここでね、これね。私すいませんね、本当にまたやってしまった。デバイスその他スクリーンショット、 OK、 すいません本当に、 2回目。めっちゃ険しいとか言わないで。こういうとこを載せたらその人のことは嫌いになります。で、嫌われに行こうとする人も嫌いになります、うん、以上です。以上です。いるよ世の中には、もちろんね、不思議な人が、うん、マジでさ、え、なんでそこ載せたみたいな。え、そう、いるいる、大丈夫大丈夫ね。ま、この世の中には優しい人しかいないわけでもないんでね。世の中に人間がいるからね。それは割と言っていきましょう。ってことで、私はのんちゃんの休みです、ね。オッケー、何時がいい？あ、何時でもいいか。あ、LINE して。OK。
LINE は見れるから。分かった。はい。それやってない。り。バイバイ。ありがとうございますね。ちょっとあの私のゆるゆるショールーム。すいませんね、ゆるゆるすぎて。なんか私は青みを吸収しちゃうので、アイシャドウベースを塗って発光させます。あの光らせる方の発光ね。もんちゃんは寝てます。赤ちゃんなんで寝てます。って言ったら怒るんで、赤ちゃんって言ったら。まあ私からしたらね、赤ちゃん。私がこんなにも丁寧にメイクしてるの珍しい。可愛いね。ベースなんかキャンメイクのやつ。なんかこれバズってたから買ってみた。けどあんま使ってない。ごめん、参考になんない話して本当に。本当にごめんだけど、私あんまり何も使わないの。お昼まだ食べてないです。あ、同じなの、もしかして。お気に入りコスメはこれ、リントのリップと、あとユキリンさんのユピンクのやつ。あ、ユキリンさんのユピンクはね、たくさん使ってる。たくさんでもないけど、これは絶対ないと困る。以上です、以上ですか、言わないでほしい方で。まずじゃあアイシャドウベースを叩きます。これも叩きます。なんか全て叩けばいいと思ってる。え、今日何するの？第2回。よし、じゃあ私は1時15分ぐらいまでやろうかな。1時15分まででいい？なんか来た、また。あ、起きた、赤ちゃんが。なんかすごい前髪になってない？あのね、聞いてそららとほぼ同時ぐらいに起きた。死因がおもろ。あんな狭いとこで桜に。それはそうよね、バキバキよな。あの、特に足が痛い。あれ？変えた？ケース。ケース？あ、違うわ、物が違うのか。物が違うの、今日は。今日は高校生の時これつけてる。熱中症予防にしてること、飲み物をたくさん飲んでます。飲み物たくさん飲みましょう、一緒に。あ、ゴンチャたくさん飲んでます。あのね、昨日ね、すごいいい寝起きの仕方見つけてよ。え、何？マツケンサンバ踊る。なんかね、あの楽屋でさ、うん、それぞれの曲を披露する前に、あ、そう、練習してたんですよ。でマツケンサンバの振り確認前、私寝てたの、ちょっと、うん、で起こされて、ちょっとなんかまあ寝起きて、まあ気分はさ、ちょっとあれじゃん、うん、ふうって思いながら、うん、マツケンサンバ踊ってたらなんか元気になった、うん、マジ、うん、いいじゃんそれ。そうだからね、寝起きが悪い、あれじゃない、あ、わかった、踊るべき、あのアラームあんじゃん、アラームの音をマツケンサンバにすればいいんじゃない。え、でもアラームの音にすると嫌いになっちゃう、好きな音楽。えー、嫌いなんのよ私。あの毎朝違う曲流れてくる、適当に時間設定して動かしてるから。そうなの？そう、さよならクロールとか流れてくる。それは嘘かも。どう君とか流れてくるかも。え、でも友達が高校生の頃、うん、なんか授業中に、なんかね、あのなんかの曲を流しちゃって、うん、なんか一時期そのあだ名になってて、だから音楽にするのもいいけど、ちゃんとなんか曲はなんか選んだ方がいい。なんか嫌いになる人もいるしね。そうそう、私は普通ので。でもその音聞きたくなくなるじゃん。そうなんだよね。まあ朝起きるのは嫌だということでっていう話でした。え、マツケンサンバならあのイントロさ、あのじゃんでタンタンみたいなやつやん。そう、本当に、しょ、マツケンサンバ、もういつでも踊れちゃう。そのフラッシュモブとかあったらできちゃうよ。ありがとう、待って、またパワーが来て、私が1ヶ月ぶりに、それな、七夕でしょ。全然大丈夫。
我が家の保存用です。ありがとう。え、飛行橋と織姫揃ってね。揃ってる、ありがとう。じゃあ七夕のお願い叶うってこと？叶うってことかな。もう叶ったでしょ。え？どこが？揃った。あ、そういうこと？そこはね、彼らは揃ってる。彼ら、彼女ら。まつげ抜けた。悲しい。え、すいません、なんか私本当にショールームする意味あるんかぐらいのノリのショールームしてる。なんか椅子持ってきたら喋ってよか。じゃあ私が、いいよ、お前じゃねえって言われそういいんだよ、喋って。ちょっと真剣にメイクし始める。ゆるゆるすぎてなんか飽きて絶対退出した人30人ぐらいいる。大丈夫、私長い時間配信して飽きてる人絶対いるから。死ぬ。私なんてショールームしなかったから今月。大丈夫、今月初めてだし、先月やんなかったし、なんかたくさん。ということでゆきたんずお邪魔します。お邪魔されます。お邪魔しまくります。のんちゃんもいるよって。ちょっとしようね、沖縄のにうるさいのんちゃんいるよって。あ、世界救ったことになってる私昨日の髪型で。ありがとう。そうなの、うん、なんか褒められた今。昨日の髪型で。のんちゃん見えないよ、映っていいの？え、いいんだよ。まゆさんはどこですか？まゆさん知りません。もう自分で探してください、まゆさんのこと。毎度探されるんですけど、私毎度知らない。みんな起きてたよ。みんな起きてるよ。そららと私がほぼ同時に起きてる。同じ休憩する用の寝るやつで寝てたから二人とも体バキバキ。体痛いよねっつったら、うん、分かるって言ってくれた。のんちゃんも映って。いや映んないよ、映んないよ。いいの？ゆきたんのスマホ漏れるの。ありがとう。だから昨日交換するって言ったら絶対嫌だって言われた。嫌だよ。やだよ、私のスマホみんなに漏れるって言われるから絶対誰にもあげないわ。でも自分のスマホだからさ、いいんだけどね。いや、そうだからね。メイクってめんどくさいね、極論。前そうやって言うからさ、じゃあ私がやってあげるって言ったらガチで嫌がられたの。悲しかった。人にメイクされるの嫌いなの。そう、じゃあやってあげるよって。あ、そっち、あの下手くそだからやめろなのか。違うよ、人にメイクされるのが嫌なの。そう、じゃあやってあげるって元気よく言ったらすごい嫌がられた。嫌だよ、人にされるのメイク。いや、まあ頭の中でマツケンサンバ流れてる。ごめん、私がその話をしちゃったからか。やばい、本当にね、こんな。いいよ、歌って。私やだやだ無理、私自分の配信でそれしてない。カラオケ配信。メイクはね、自分がいいですよ。裏話ないです、ないですとか言ってもないな。いや、あ、でもリハのさ時はみんなでなんかすごい楽しかった ね。でも最初めっちゃむずいとか言ったよね、みんな。なんか振り付け部位のあれがさ、先生が滑らかすぎて。え、そう。滑らかなの、なんかプロすぎて、なんか動きが滑らかすぎて、え、待って、これ本当にやるのみたいな。え、まだむずくないみたいな。え、これ私たちできるかな、大丈夫そうとか言ってたけど、無事です。私ゆりさんの後ろの方で踊ってるよ、実は。誰の後ろだったんだろう。マカブリぐらいで踊ってるゆりさん、実は。そう、先生が滑らかだったの。そうなの。だからなんかそれを振りを起こしてくれたなんかいつもの先生もなんかちょっとね不思議がってた。これどっちなんだろうね。でもさ、ちゃんとなんか流れてないんだよね、振りが。そう、ちゃんと一個一個丁寧になってる。そうなの。見て、爪ピンク、ピンク。ちょっとあまり根元は見ないで。自分でやったって言ったら綾音さんに褒められた。え、すごって言われた。以上です。綾音さんの爪も可愛いから。
上手って言われた。やったね。でもね、みんなに褒められる。でもなんか4時間ぐらいかかってる多分。なんかあの深夜にやってるんですけど、深夜に思いつきで始めるから、まあ、当たり前になんかその自分のあのやりたいデザインなんてないんですよ。だからまあとりあえず一回この色がいいって言って塗り始めて、でそっから考えるので、なんか1時間ぐらいベースなんかそのベース終わってから1時間ぐらいデザイン考えてるから、なんか本当に当てずっぽ、当てずっぽと、うん、私あっちのスマホに入れば自分なんか、あでもいけるか、うん、うん、スマホスタンドあるよ。あーすごい、ちょっとやめとこうかな。でもすぐ終わっちゃうしね、言うて寝起きすぎる顔が、やめとこう。やばい、めっちゃピンク塗っちゃった。それでまあこっち出てたけど、めっちゃピンク塗っちゃった。動かせ動かせ、ネイル人にされるの、あの行くのがめんどくさい。って言って、私は明日の朝早朝から松葉に行く。珍しい、私が松葉行くの。まあプロだから。うん、うん、お友達。あと友達。あ、そう、お友達がなんか人探してて、モデルっていうか。なんか言い方悪いけど。最近就職しましたね。だな。なんて言ったらいいの？言い方がわかんない。なんか初心者、初心者の人、初心者でもないよ別に。別にそういうの器用な子だから全然いいんだけど。でも6月だから私は松ぼうしたかったわけですよ。時短にもなるし。待って、メイクね。私はアイライン引くの、引くのとか言って、はい、初めましてしてくれるんだって、嬉しい。私は私は怖い急に来た、急に来たよ。最近は涙袋にハイライトを塗るのハマってる。それもこれ、ユーピンクのハイライト、はい、塗るのにハマってます。以上です。何この配信、本当にごめんね。なんか見ててつまんなかったらごめん。でもいつもどう喋ってるの。いや別にそんな何あてもなく喋ってるか、別になんか別にあのそんな大した内容話じゃない。いつもそうだよね。多分いつも見てる方わかるけど、私のショールームをなんか目的を持ってあんま喋ってないと思う。ねえ、私もだよ。メイク初心者向けの配信だって。全然、もっとそうしたら喋ってるよ私。もっとこれはこうでとか言ってるかも。次アイライン引きます。で なんかの TikToker か YouTuber がさ、うん、あの誰でもできる簡単メイクにブラシを使ってくる時点であれだよなって。確かにブラシ最初から持ってねえよ。それはそう。なんか初心者の、あとカラコンなんて最初から買わないわ。それはそうね。あれ笑った。確かに、なんかアイシャドウがたまりやすいから拭きます。今アイラインを拭いてます。涙袋描くやつなりやすくない？私アイブロウで描いてるんですよね。あ、そうだ、忘れてた。そう、私アイブロウで描かないと生きていけない。なんならさっき描いてたのに。今日今ちょっと何もしてないから、ちょっとあまり薄めでいけようかな今日は。え、間違えた。ああ全然、なんか最近めっちゃ垂れてるんですよ目が。いいじゃん。なんか私元から別に垂れ目なんですよ比較的。垂れ目は目指してないでしょ。でも長いか、もうちょっと必死に撮る。なんかさ、なんでこんな白いの？思ったけど、おかしくない？まあいいか。よくないけど、私は比較的垂れ目な方かも。目尻が、いや若干下がってるから、目尻に沿って引くと、あ、ちょっと先割れしちゃった。それは困る。それ困るんよ。なんかだから、垂れ目です。でも垂れ目のラインってね、引くのめんどくさいんですよ。めんどくさいっていうかむずい。
私は中から来ました。どこから来たんだ。本当になんか今日ショールームしない方が良かったぐらい喋ってないけど、ちょっと許してほしい。それは元気だよぐらいの認識でお願いします。やばい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 、失敗。垂れ目だよ多分。私さ、昨日さ TikTok を更新したのはいいんだけどね、昨日更新したやつを撮るために私は1時間、嘘、15分はあれ踊ってたよね。15分で済んでたのかな、分かんないけど、なんか隣でね、私の体感だとリアル30分、なんか待っててくれたのんちゃんが、私が撮ってあげるって言ったから待っててくれたのはいいんだけど、ガチで覚えれなくて、あんなワンハーフとかでもない、なんかサビの前半だけなくせに。そうだから私ちゃんと撮ってって頼んでないからさ、忘れてんのかなと思われた。あ、そう、全然覚えてるだからなんならスマホスタンド貸してなんか先に撮ってもらうかと思っちゃったもん。待たせんの申し訳なくて。やばい、垂れすぎた。まあ、いっか、垂らせる分垂らせばいいんだよ。やだよ、垂れ、なんか地雷みたいって言われる眉に。だってそれアイラインで垂らしてんじゃん。あ、まあね、急カーブさせなきゃいいんだよ。それはそう。いや、あまりにも急カーブすぎん、これは。いや、やばいよね、それは地雷だ、確かに。いやだ、アイライン長いよね。消します、消しますとか言って、眉はねすぐ言うから。地雷だよタンタンって。もうちょっと垂れない方がいいと思って。ちゃんと冷静だからね。うちらの会話はふざけてないんで、いつもね、モカちゃんとかねすぐふざけるから。なんだっけ、忘れちゃった。やばいやばい、長さんといて、長さんといて。あ、失敗した。なんかあんまうまくいかない。積んじゃった人いる、おもろい。積んじゃったの、で名前に積んじゃったってついてる人いる。どうしたの、何したの。真面目に、いや、うちらはいたって真面目な会話しかしないんで、別になんか皆さんが思ってるよりふざけていません。わかんない、私がふざけてるとこ想像しないからか。そんなふざけないんですけど、私もやって。本当にアイラインうまくいけない。まあ、いっか、もう。いい、やってみようか。いい、もう知らない。自分だって、自分自己満でやるんでしょ、メイクって。そうだよ、自分がやる。違和感ない、違和感はないよ、別に。じゃあいいや。だって今あってもマスカラ塗ってないでしょ、まだ。塗るつもりないのか分かんない。あるあるある、塗るつもりはある。で、変わるじゃん、ちょっと。確かに、一旦やってみれば。やります。一旦突き進んで変だったら考える、うん、そう考えればいい。なんちゃんいるよ。めちゃくちゃ塩で受けてるらしいんですけど、別にこれデフォだから何も思わないのよ。なんか皆さんが思ってるより、なんかそんな普通の会話は普通よ。テンション高くない時はね、今が普通なだけだから。素で眠い時の会話これかも、なんか眠いと、ね、マジね、寝起きの登場見れなかった諸君かわいそうだなって。確かに絶対ね、世の中でトップ10に入れるぐらい元気だった登場は。ただだんだん我に戻ってきた。マツケンさん戻らないと。やばいやばい、テンション上げて。お腹空いてるよ、ね、ここが大好きなの。最初ちょっとね、回り方苦手だったけど、ここマツケンでしょ。別に言わなくていいのにみんな言ってたよね。そう、まつげんさんばで、よし、まつげあげよう。ここが大好き。ありがとうございます、ルクルクセンブルクさん。ビューラーをします。ミスメイクってミスったらこすって落とせばいいんだよ。そう、こすって落とすか、薄くするか、それか綿棒に水とかつけて水分で落としてる。なんかメイク落としとかなかったら。へ
早く支払いしろって圧くださいだって。あ、ちょっとそれはもうちょっとご自分でお願いします。早くした方がいいよ。のんちゃんからの圧で圧かけられなくてもちょっとねお願いします。期間守れない大人はダメだよ。そうだよ。よなんかあれ危ないらしいね。なんかそのなんだっけ、あの次の申し込みが、え、そうだからなんかね厳しくなったんでしょ。そう最近厳しいからね。ビューラーは今資生堂使ってるけど、今日は気分でもいつもはリリミュー使ってる。でもリリミューの方がカーブが薄いかも。なんか見たら分かりそう。え、分かる？このカーブの角度。こっちが資生堂ね、こっちがリリミュー。こう見るとさ若干、え、若干ね、ほら見て、ほら、うわ、こう見ると分かるか。なんか若干資生堂の方がカーブが濃いので、カーブが深いので、なんかあんまり、なんか基本はリリミューだけど、なんか最近はまた資生堂の方が上がるんじゃないかと思って使ってみてる。これは目の形に合ったのがいいですね。あまり私も人の目の形わかんないから。私はめっちゃ奥目なので、なのか、あ、奥目なんです。私めっちゃ、いや今だけ変えよう。今まつげしてます。ユーピンクのマスカラです。なんか最近さ、なんかいろんなことありすぎていろいろ話そうと思ってたけど、 あんまり覚えてないからちょっとやめた。ごめん、あんまり覚えてない。見てもらったやつ、あの配信で、ちょね、頑張ってよ。これアバターでしょ。かわいいよね、それ。髪の毛切る予定はないかな。見て、まつげ上がったかため。そう、いろいろ話そうと思ってたけど、またいつか話すね。何を？いや、いろんな話。先月はちなみに誰恋に一番出てました。でもユイさんと被ってない。びっくり。私多分次も一緒だね。明日か。うん、聞きながら出かける準備。みんなどこに出かけるの今日は。みんなどこに出かけるんですか。こんにちは。ちょっと前髪しか映してないんですけど、まつげは開けてます。何しに行くの。福祉会だよ。あれしょ、振り返し選挙です。えらい。それについては言及しませんが、えらい。なんでのんちゃんロボってるの。私ロボってた。なんかデフォだよ。みんなもっとみんなのこと知りな。違うの、あの寝起き、寝起きでね、そんな元気だったらすごいでしょ。今週配信する予定、したいんだけど、ツアーのさ、何リハがあるから、結構なんかツアーの練習したいですね。今日はただメイクするから、メイクついでにショールームしちゃおうと思って、本当に1ヶ月以上ぶりにショールームしたんで。誰こ当たりません。なんでえ、てかもう思うの、私はなんかこんなにたくさん出てるから、なんか当たらないって言われても私はもうどうすることもできないの。残念ながらもうお問い合わせしてほしいぐらい、私にはなんかちょっと分かんないことすぎるけど、まあ当たんないっていう方は結構多々いるので、なんかそんなに来たいと思ってくれるのはすごくすごく嬉しいですね。でもすごくすごく寂しいが以上ですね。だってのんちゃんもさ、もう当たらないって言われてもさ出てるもんね。だからもうしょうがないよね。当たらなくても拘束しといてって言われて、うん、分かったっつって。やばい、分かったけど嘘だそれ。
私もゆりさんに当たんないんで仲間ですよ。そう今月多分いいじゃん当たる可能性があるだけみんな。ずっと言われんののんちゃんにそういう話すると私だってもう一緒に出れないんだよ。ごめんね。そうだからもうみんなは希望があるだけいいじゃんっていうあの私なりの慰めをしている。そうよ。でも今月たくさんたくさんと言いつつでもね、あ今日からさプラスワン曲変わるんだよね。そうだよ。おおちょっと今日はあでも1時半かららしいよ。あそっか私はそれを絶対に見る。絶対に見るってあれだよ別に。普段13時からか。あそう、あだから時間にお気を違うわそれ私が出るやつだ。あの残念ながらあの土日のスケジュールをちょっと見ていただきたいんですけど、あの握手会とツアーが入っておりまして、まあ、可能性としてはあのもうあの7月の終わりしかなくてですね、4月の終わりもちょっとよく分かってないのでちょっとあまり期待はしない方がちょっとよろしいかと思われますね。今月に関してはめいめいかわいい生誕祭でしょうけど。そう今日ね生誕祭って1日で2回もあるもんなんだね。それな大変だねみんな詰め込まれて、みんなお祝いする気持ちが2倍必要だよ今日行く人はね。確かにみんなありますかちゃんと。何話すのか気になる。誰とえかわいい、なんかめんめいはさ普通に話せるじゃん。いやかわいいも喋れるよ。そう話すの話すけどなんか話さないやつ扱いされてるじゃん。何かえそうだよね、なんか全然喋る子なのに。全然喋るコシちゃんが言ってた、なんか家だとそんな何を話すんだろうって気になる。そうだからねあのシュープレのさ、うん、やつね私カワユイと同じ日だったの。あそうだからなんかねカワユイが全然喋ってくれない、どうしたらいいのみたいな聞かれて。えだから人見知りしてるんじゃないの。あの粘り強く話しかけるって、私も別にそんな話したことない時にね。あねそうただ帰りさ、うん、いい気あったから、うん向かうわけじゃん、意見の場所に。ここだけだ。やばい、今日なんかあんまり可愛くない。デフォで別にそんな可愛くないのにそんなこと言わないでほしい自分本当に。って思いながらメイクしてるいつも。うん。気に食わないときずっと気に食わない。そうやな。こんにちは。テンションだけは上げさせて、お願いだから。まあでもね自己肯定感はそんな上がらないんですよ私自己肯定感バカ低いからね、皆さんが思ってる多分30倍ぐらい低い。そうだから可愛いは話せるのになって思いながら聞いてる。そうですよ、その一緒に帰ってる時ね寝てて可愛かった。可愛いそれは。ここにいたのしかも。やばあざといじゃん。あざといとか言わないでほしい、ただ寝てる人の肩にいた傷したら。私はあれですよ、あの頭の方は常識があるんで、あの常識で生きてきてるんで、なんかそんな学力が高いわけでもないし、あの、うん、道に迷うとかそういうさ概念はない。 iPhone のやつって分かりづらくない。何分かりやすいよ。え分かりづらい。え何の向いた方向。あそれは分かりにくいよ。えだから私建物の形とかで見てるよ。すごい遅い。あのスマホを信用していないんで、私マップを信用しているけどスマホの向きは信用していないんで、あの建物の形とかで見てる全部。そうだからあの初めて行く場所は前使ってたアンドロイドをちゃんと持ってる。あの電車折り間違えたのも1回しかないし、あの日はあのただ疲れてた。なんなら予定と違った、なんか私は本当は1回乗り換えで済む電車に乗る予定だったのに、その日なんか運休何いや運休してたんだっけな、なんかその人身事故かなんかで止まってて、それに乗れなかったから、なんかわざわざその瞬間に調べたやつに乗ったの。だからその瞬間に調べたやつってことはまあ前日から把握してるわけじゃないじゃん。私は前日にいつも把握して乗ってるの。やばい超おしゃべりになった急に。急に喋っちゃう人。私は悪くない。そうだから私は悪くないの。そう私は悪くない。それはもうしょうがないの。しょうがない偶然が重なっちゃったからしょうがないの。
世の中が悪いよねだって世の中が悪いよねやっぱ。うん、わかる。でも世の中が悪いけど、なんかそういうさ、止まることに対しては何も文句言えないから、まあ、結論文句を言わないでほしい自分って思ってる。まあしょうがないよね、みんなが一生分なんか間に合う、なんだっけ間違えるところを私は1回ぐらいで済んでるから許してほしい。そう、しょうがないの。しょうがないことを言ってもね意味ないんで、ちょっとやめます。ちょっと前髪を巻きます。今日は適当です。髪とくくしさ、どっか行った。最悪、たまに最悪。あ、食べられたらしいっすのんちゃんさっきからいるよ。誰の声だと思ってたのひどいよ誰だと思ってたの逆に教えてほしい。普通にゆきたんの声に2種類あったやばいやばい、人格2個ある。M 字バンクって何？ M 字バンクはあのこれ M ね、 M になるやつね。だからこうなってんのは M 字バンクで、文字の M みたいでしょ。かわいくないよ、いじってるでしょ絶対あなたいじってますよねって言いたくなっちゃう。今日はあ、いいよいいよ、なんかいい感じになってきた。アイロン今日はね、ちょっとあのレッスン場の方に置いてあるのはね、あのサルニアなんで、ずっとサロニアなんですけど、リファンも使うし、なんか日によるけど、こうやって前髪作ってますね。ね、本当にくしないの本当に嫌だ。なんかマイク触んないでもろて、あやばいって、急にやばいって。私さっきさ、わざわざ櫛持った気がするんだけど、あの名前ね。持ってきたのがあるよ。持ってきたのあると思うじゃん。でもまつげコームぐらいしかないよ、櫛みたいなやつ今。え、最悪。なんで？なんでないの？まつげコームで解いちゃうよ本当に。ねえやめて、笑わないでマイク通して、ほんまに。ほんまにやだ。まつげコームで前髪やばい。でも一回やったことある、あの整うのそれで整う、待ってほら、整うよそりゃ、だってコームだもん。え、コームだけどさ、細すぎない？え、落ち、いいんだよ別に、好きにして。痛そう。でもさ、そんな痛くないよ。あ、でも手でやった方が綺麗になりそうかも。本当は違うの、後ろの髪を解きたいの。全然なんか今日時間なくて綺麗になってない。いつものリファは、いつものリファだから向こうに置いてきちゃったの。知らないよだから探してたのおもろ、こんなテンションで探してなんかぐずられた置いてきちゃったんです。ちょっとごめんね、サラちゃん見てるかかんないけど、見てたらごめん、謝る今。ちょっとのん元気。若さってすごいとかさ、私の前で言わないで。あなたたちもなんかあの一緒ですからね、私と。のんちゃんめげないでだって。おもろすぎ。ジャカルタのファンの方。ああ。中川遥香さんいらっしゃってましたね前。一緒に出演しましたね。え、そう、私いた日なんです。で、最近ただれん出れないんだよね。まあ来週出るんですけど、たくさん出たからじゃない？5月ね。うん、ちょっと待って、髪パサパサすぎ。こちらもアラサーなので。あら、アラサーなの。おもろいじゃん。いいじゃん、いい年の重ね方すればいいんだよ、年取っても。そうだよ、年取る人ってさ、まあみんななんで。そうだから、その中で自分はどれだけいい年の取り方をできるか。やばい、こんなこと言われちゃってるよ高校生に。みんな頑張って。だからあの人を下に見ながら生きていくんだ。待って、あと5年したらアラサーだからねって、ちょっと余計な一言すぎるよいいけどまあそうだけど、あと5年だよ。皆さん何歳になってんの5年後。ほんまに。あく
21。おお、10年後ぐらいしたらアラサー、なんかみんなアラサーで戦わないでもらっていい？10年後アラサーより年上の方いるかもしれないでしょ。じゃあ 10年後あんた何歳よ。それで10年経ったらね、いい年の重ね方しよう。赤ちゃんだって10歳になっちゃうんだからさ。え、ね、思ったんだけど、令和に生まれた子ってさ、もう6歳とか、あ、令和6年じゃないよね、もう。6年？ 6 年、 6年だよね、令和。もうさ、小学1年生令和生まれだからね。皆さん知ってました？皆さん知ってますか？令和生まれが小学生ですからね。今6年だから6、あと6年後にはもう令和生まれがなんか小学、ん、中学生になるんだよ。やばいでしょ普通に。え、すごい怖い事実すぎて、この前びっくりしちゃって。つい最近までは令和生まれなんて赤ちゃんだと思ってたらさ、別に小学1年生だよ。怖っ、怖いけど。でもさ、皆さん、私たちがなんか0000とか0なんちゃらって言ってたら、若いって言ってたのに、もう10なんちゃらでしょ。怖すぎね。10年後アラサーだってバカにされるぐらいの年齢になっちゃう。そうだよ、怖すぎ。え、待って、令和生まれが入ってこれるってことじゃん。え、7歳ええ12、あ、12歳か。あ、そっか、そういうことね。12歳か。もうちょいじゃん、小学1年生入れないわ、忘れてた。平成生まれなんですかってさ言われるの怖いな。一番怖いのは人間なんだって言わないで。ちょっとなんかちょっとさ、人生の本質みたいなこと言われて怖いんだけど普通に。え、平成生まれなんですか、失礼すぎる。それな、平成生まれも言わないわ。平成生まれは別に言わなくない？え、昭和生まれなんですかって言ってる人見たことある？なんかそれが対象とかさ、そこら辺になってくるとさ、こんにちは、えってなるけど。今日は何も漏れない日です。以上です。髪巻いてます。すごく雑ですけど、のんちゃん7歳だからまだとか言われてるよ。煽られてるよそれは。あ、本当、ちょっとランドセルまだ家にあるから背負って行ってくるわ。え、ちょっと大きすぎるからやめてもらっていい？ちょっとあまりにも、ね、その順一番だわ。死ぬ。さすがに小学校に混ぜればテスト点数良くなるんじゃね。そこで張り合わないでもらっていい？ちょっとお願い。ただだんだん悪くなっていくんだろうな。そうだよ、なんかそれ悲しくない？え、でもさ、ちゃんと授業を受ければまでじゃない？え、でも取り返せるかもよ。考えて、一回授業受けなかったのにもう一回受けたら受けるっていう保証ないじゃん。ん、どういうこと？え、だから一回なんか受けずになんかこうなってるわけじゃん。受けてはいたから。そうだ、だから理解せずに受けてこうなってるのに、なんかもう一回はないかも。どこ受けたらいいか分からなかった。なんか聞いたら耳の横を通り抜けてって声が、うん、それはダメ。そうだから勉強した記憶をね消えていくようだって。そう、消えてくらしいっす。やり方さえさ思い出せばできるものじゃん。だってそうね、暗記系は忘れてくけど。確かに。だからね、頭のいい人が言ってたのはね、高一の段階でサリーちゃんとかめっちゃ頭いいからね。そうだよ、なんかね、発言がね、おばかじゃない。なんかさ、なんか頭良さそうだなと思った。本当になんかもうずっと勉強してるし、なんか昨日もなんか勉強道具持ってきてたし。かえりちゃんはちょっとなんかあのちょっとのんちゃんに似た匂いを感じたからダメです。え、私じゃない、ここねちゃんだよ、あれ。あれって言わないの。違う、あの感じね。感性わかるよ。待って、そうちゃん来たかも、ごめんね。そうそう、かえりちゃんをあれって言ったんじゃなくて、あのかえりちゃんの感性についてあれって。あの課題の感じ、ね、だってね、見た、いい系のやつ、いいな。かえりちゃんすごいよ、本当にすごかったよ。もう昨日もすごかった。なんか私なんか本当にかえりちゃんとほぼ一緒だったんですよ。なんか出る場所もなんか太田さんについていきます、絶対に太田さんについていきますって、なんかずっと宣言されてた。昨日おもろかった、かわいい。昨日急にサンバーとか言いました。ね、ちょっとさ、おもろい話があんだけどさ、かえりちゃんさ、いつもなんか不思議な言葉をさ書いてるじゃん。ツイッターね。で、あれの裏話勝手にしていい？あれさ、なんか予測変化に出てると思うじゃん。あ、自分で考えてるの？え、なんかあれ自分で打ってるって言ってた気がする。偉いじゃん。なんかメイクさんと話してて、なんかメイクさんがめっちゃ気になってて、それをね。エリさんと仲良いメイクさんに、なんかめっちゃ聞いてて、あれってさみたいな、自分で打ってるの？え、そうじゃん、もしかして変換とかで打ってるの？それ自分みたいな、自分らしい。すげえ。これ嘘だった、ごめん。でも自分っていう声が聞こえた、私には。地獄耳すぎて。つい書いちゃうって何？つい書いちゃうって、なんか普通に面白い。あ、わらみたいな感覚で。え、そう、わらみたいでヒヒンみたいな書いちゃうとかでしょ。
あのすごい、ね、ほんまになんかすごい、めっちゃ合わせ鏡、ちょっと言うな、合わせ鏡にしないでもらって、あの自分から合わせ鏡にしに行って今若干目覚めましたお姉さん、覚めてるからマイクに音入れたんだよえ、何そこでやってんの、さっきねこれのマイクの音入れて、うん、じゃあ見てるの私の、ね、ああね、びっくりした、あーってやった、すげえ、カラオケねこの前一人でやってた、マジエコーかけた、そうだよね、うん、でね、さっきアラサーアラサー、なんかもう5年後はアラサーになるよとか言われたから、え、じゃあ今5年後は何歳ですかみたいな、私がね、で私がへーって聞いてたら、のんちゃんも10年後にはアラサーだよ、そんなん誰だってそうやんっていう話、そうだよ、だって0歳の赤ちゃんだって2桁になんだよその年は、そうで、レア生まれがもう小学1年生って話してた、じゃああなたは何歳ですかって話うちらから煽られるよ、いつか煽られちゃうよ年齢について、そうなの、女性に年齢について聞いちゃダメなんだから、そうだよ、私たち年齢言ってるからさ、皆さん知ってると思うけど、なんか見知らぬ人、いや見知らぬ人はいいか、見知らぬ人に聞くのやめよ、見知らぬ人にはもう聞かないかと思う、何歳ですかだから初めて、なんかその何30代に見えますねとか言ったら、マジでお姉さんいいね、何歳逆にさ、いくつだと思う、それ答えちゃったらやばいじゃん、下からパンチだよ、ほんとマジやばい、下からパンチされるよ、そらちゃんに本当におもろすぎるだよ、お姉さん、お姉さん、何歳絡めてくじゃねえよ怒って怒って、説教始まってて嫌じゃないのよ、ほんとみんなね、だからでも本当に年齢不詳の人はね、握手会で結構いるよ、いる、分かる、昨日もなんかリズニー終わりになんかあの年齢聞いてなんかびっくりした人いる、普通に、本当、私は17歳ぐらいに見える、本当にこれ本当、なんか嘘とかダメだよ絶対、17歳、17歳ちょっとなんかきつくない、きつくない、やばい、17歳きつくない、なんかそろそろ下のパンチは避けづらいからね、だってそこじゃないんで、そこじゃないのよ、でも何歳な、これ俺何歳だと思うって聞かれてさ、全然違う年齢言ったら失礼じゃん、でもさ、ね、たまーに言っちゃうのよ、なんか本当に、うん、なんか本当にごめんなさいなんだけど言っちゃうの、うん、なんかそれはもちろんだって聞いてきた人が悪いじゃん、もう、それはそう、それに関してはもう私たちは悪くなくて、なんか自分のね思ったようにね、だって聞いてきたじゃん、うん、どう思われてるか知りたいから聞いたんでしょ、うん、っていう、え、でもさ、私前めっちゃぴったり当てたの、え、すごいじゃん、私は当てたから嬉しいけど、相手からはどう思われたんだ、そうだね、もうちょっと若く見られたかったかもしれんし、大人に見られたかったかもしれん、私は大喜びだったよ、だから、あれさ、もし握手会で年齢聞いてきて全然違う年齢言っても自己責任でちょっとお願いします、本当にね、そんなさ、もう本当困っちゃうよ、だからそれでショック受けられてもいいんですけど、私たちには悪く、あ、悪くない、ごめん、じゃあこれから全員に100歳っていうかな、あ、平等にね、平等に100歳って言われるならまだね、うんうん、いいよね、100歳、50歳、20歳で分けとく、うん、ありっすね、完成した？メイクはね、なんかちょっと今日漏れない、そうかい？ありがとうありがとうって食い気味で言ってみた、そうかい？いや、私1時までしかここ借りてないの、そうなん？でも誰も使わないから、まあいいや、いいんじゃないなんかみんなね、倒れてる、みんなね、みんなあのね、そう、昨日すごいカラオケなんてしないから、急に2人起きて、急に2人寝始める、あ、そうだったの、マジで、マジもう体バキバキすぎて、わかるんですけど、てかだって1個のさ、マジで本当に、え、今日さ、朝起きてびっくりした、体がバキバキ普通に、なんか昨日ので、うん、それはそう、やっぱ本当に難しいから、みんな、うん、体がバキバキになりました、靴下欲しい、欲しいくるよな、靴下、なんで、ね、どうした、靴下履いてないの、私あの裸足が、あ、裸足で寝てんのか、これ欲しい、これ買いに行きたいんだよ、どれ見して、あ、あれね、これサンローラン、うん、サンローラン、え、それめっちゃ可愛いよね、私も持ってる、いつもあとさ、あのディオールのさ、チーク3種類、あのリキッドのやつね、え、なんかわかんないけど、違う、そう、違うかも、リキッドのチーク3種類ぐらいなんだけど、私欲しいの、あれ、買いたいんだよ、サンローラン、今日漏れない日です、スクショを載せたらちょっとあの、うん、遠慮したいんで、あの、うん、昨日の写真、昨日の日の写真をなんかいろんなとこ載っけてるんで、それを載せて、これ可愛くない、あ、それ知ってる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 、それ知ってる、え、それ可愛いね、絶対自分に言わないけど可愛い、めっちゃ、これ
これ可愛くない？あ、見たそれ。見た？これバチ可愛いんだけど。化粧品ね。でも今月はちょっと節約するって決めたんで。いや使いすぎた普通に。なんか普通に使いすぎ。なんかありえんぐらい使ってる。最近。服欲しい。わかる、服買いに来たよね。服買いに来ないもん、レッスン着が足りない。あ、レッスン着ね。え、普通のも欲しいけど。なんか服あるのに足りないの、なんで本当に。わかる、本当にそれ。あのね、タンスは限界を迎えてるのに。だからちょっと買いに来たよ、マジで。そう。普通に私服多すぎて捨てなって言われる、いつも。なんかあの服が増えてくのになんか減らさないの。減らす時間がないっていうのもあるんだけど、うんうん、だからお母さんにそろそろ服ちょっと減らしなって言われた。言われた。でも確かにまだ着てない服たくさんあるんだよね、家に。なんかその去年着てた服とかさ、まだあのタンスにしまい込んでるからさ。タンス買わないとって置く場所がね、そんなすぐ作れないのよ。そうなんだよね。そうだよね。待って、止まってた、ごめん。コメント全然見てなかった今。見てね、いる。見せつける、自分でやったね。後輩ちゃんにあげればいいのに、あげれるほど綺麗じゃないの。いや、そう、あげれるもんはね普通ないのよ。だから先輩方とかくれるじゃないですか、洋服、うんうん、いや私あげれるものないなと思っちゃって。なんかもう使い古してるからさ。え、そう、一番話してるのは誰でしょうか。え、私じゃないならのんちゃん。畑です、畑。畑今うん、今じゃない、わかんないけど。え、一番は話してない、わかんないけど、わかんない。畑ですよ、畑。お腹鳴った、やばいやばい、めっちゃお腹鳴った、やばい、気まずい気まずい、うん、今気まずい、遠すぎる。え、じゃあもうさ、次ドラマでずっと言ってたみんなで。マジで、マジで。じゃあ次ランキング変わったら読みますね。着たやつあげれません、絶対にあげませんよ、当たり前じゃないですか。そう、ミルキーピンクか、かわいいな。これ畑おとなしくしなさい、ダメですよ、そんなことしちゃう。あ、いや畑って呼んでないけどね。畑って呼んでるのはマネージャーさんぐらいですね、うん、そうだよ。今それを真似してみた、某某マネージャーさんをね。え、なんかね、いろんな人が言ってくる最近。あ、確かに、うん、あ、でも確かにそうだね、昨日いた人全員畑呼びじゃない。そう、全員じゃないけど2人ね、2人。そう、あの人ね、あの2人ね。そう、1人びっくりした。うん、うん、なんで、これ欲しい。え、このこれ、めっちゃ可愛い。あとこれも欲しい。可愛い。あとこれも欲しい。可愛い。可愛くない？でも違うんだけどさ。いや、そんなにほっぺないけど。これね。これ可愛くない？え、マジ可愛い。1万グラスね、服の。え、そのからさ、あのカニコ。ゆきちじゃないんだもん。そうだよ。ゆきちコスメって言えないんだ。ゆきちコスメじゃなくなっちゃった。渋沢栄一コスメ。渋沢コスメね。なんかちょっと強そう。ね。え、この4つをこの。なんだっけ、分けて買いに行く。え、でもさ、栄一コスメって呼べなくない？ちょっとなんかちょっと人間味あふれて、なんかゆきちはゆきちはなんかなんかちょっとなんかうん、あだ名みたいなさ、うん、ワンちゃんの名前とかでもあるじゃないですか、うんうん、あるある。でも普通に人間味あふれちゃってちょっと嫌だよね。栄一さんはちょっとあまりにも人間ですね、うん、分かる。でも逆になんかそのか何いいですね、新しくなったって感じがする、うん、マジこれ欲しい、絶対ちょっと買うわ。マジ髪の毛はイップスしよう。ちょっとあのね、ランキングいつ変わったか見ようと思ってたのに忘れてたじゃん、うん、いいよいいよ、そのまま続けてくれて。いいよ、なんでだよ、ご飯食べようよ早く。え、食べたいマジで、うん、渋こす。マジでこれ欲しい、買いに行けないな。え、待って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 、始まっちゃったじゃん、始まったじゃん、前座が始まった。ああもう始まったから言っちゃうもん。あ、見たい見たい、私はもう絶対に見たいと思ってたの。見え、見る。あ、音流せないか、ちょっとごめん、マイク切る。
分じゃタンタンの背中と戻りました。そうですよ、前座、前座ね、聞こえてると思うね。そう、前座をちょっと私たちは台本が、ただいま練習公演の台本が送られてきた時に知って、それで、あ、絶対に見ますってことでさっきあったから、後で、あの、絶対見ますって言って本当に見ました。すいませんね、無音でごめんなさい。なるさんが前座してるなんてないじゃん、人生で初めてらしいし、劇場の前座。エイトさんはなんかやったことがなかったらしくて、でもレミさんとかこの前やってたか、エイト公演の前座、うん、だからちょっと見たくてごめんなさい。もうランキング読もう。なぜ前座に、今日は何の日か知ってますか。今日は何の日か知ってるし、どういうことか。もう泣いてる、もう泣いてる、もう泣いてんの、早くない、めいちゃん。どういうこと。みずみんの手紙スピード。みずみんの3秒で泣いた手紙ね。もう予想が、だから感動してんじゃない、あの、あ、めいめいから、ね、一番最初は、ね、そうそうよ、今日で夜が可愛いか、そうそうそう、あ、かわいいちゃん、赤ちゃん、かかちゃんね、さっきね、かわゆいって話せるよねって話してた、かかちゃんね、え、確かに泣いてそう。いや、ただいま恋愛中で泣く人初めて見た、私も。すげえ、私もただれんで生誕したいな、メガネつけたい。え、私もなんか去年なんかよくわかんないことしてたから、そんなこんなで、メガネ、私はそろそろランキングを読んだ方がいいと思うんですけど、もういいよね、ね、この姿勢が一番楽。それはそうだね。ただあんま良くないんでしょ、なんか、なんだっけ、臓器を圧迫してみたいな、 あれじゃない、なんとか現象来んのかな、なんだっけ、エコノミー症候群みたいな、あ、なんかそんな感じの名前のやつ、エコノミー症候群ある、タンタンクソアップじゃね、そう、え、全然、私マジでこのスマホバカ遠いの、だからこんぐらい遠いトークしないとマジ顔映んないし、ユキタの顔がちゃんと映ったね、多分秒数の方が、うん、3秒ぐらいしか映ってない、うん、だいたい前髪かね、この距離感でさ、この長さよ。私ショールームす時マジで何も映さない時ある、うん、なんかほんまにごめんって思いながら、いい、まあ、ショールームいつもしてないから、まあ、しょうがないよねとか思いながら、うんうん、あ、今ハイラート塗ってるよ、タンタンスタイルで行こうぜ、そう、あ、それか、可愛いなと思ってた、これなんか白っぽいのも売ってるからおすすめです、うん、かわいいよね、なんかかわいい、なんか友達がくれた、ほんと、ふぅ、まあこんなもんでしょう、じゃあ終わろう、ランキング読もう、うん、エリナガールズ配信だって。おもろい、おもろすぎ、じゃあランキング読みます。13、おお、なんかすごい名前、13位、反省中さん、ありがとうございます。12位、エイチャさん、ありがとうございます。11位、紳士な羊さん、ありがとうございます。10位、大好き165cmさん、ありがとうございます。9位、ドラちゃん、ありがとうございます。8位、スーミン大使さん、ありがとうございます。7位、アバラさん、ありがとうございます。6位、ウルクウルクセンブルクさん、ありがとうございます。5位、たけしさん、ありがとうございます。4位、ビビベベさん、ありがとうございます。3位、ひろきさん、ありがとうございます。2位、ゆきたんの前髪さん、ありがとうございます。そして1位、ひろ、ん、ひーくん、ありがとうございます。大感謝、すいません、こんなゆる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 な配信。あとタワーくださった方も3人、ありがとうございます。あの、ちゃんと後日お礼しますね。でも後日かいつになるか分かんないんで、ちょっと気長に待っていただけると私にはちょっと嬉しい。そんな感じで私たちは、私はご飯を食べるんで、またいつか、またいつかします。ショールームありがとうございました。本当にゆるくてごめんなさい、ありがとうございます。またまたね。今日は別にもうないんです。でもちょっと今日はいい日、いい日ということで待ってます、握手会とか、バイバーイ、またね、スクショは載せないでね。今日はダメ、バイバーイ。